ね、ぼちぼちしてないよ、何したらいいんだろうじゃなくて、まず積極的に取り組む、自分のベストを出してください。じゃあ大丈夫、疲れてない？疲れたらよくよ、お前はね。さ、普段さパスのトレーニングするよ。どんなパスのトレーニングする？インサイドパスって多いよ、サッカーでも多分一番多く使うのがインサイド。はい、ちょっと集合しよう。はい、集合。じゃあ両サイド分かれていいから、ユサコーチとリュウコーチの2人の動き見てほしいんだけど、今さ、みんなを見てるとさ、パス交換、いい点に着いてる、はい、声出してない、そうだね、確かに、はい、足を見てもらって、はい、ボールを見たい、蹴るシンカー、はい、蹴るシンカーボール上手くなったら、確かに能力とかこういうのはある、はい、けど、今はやってることは止めて、抜いて、ボール見ない、はい、それを持ちた、ボールの下を蹴って、ボールの目
こを蹴ればこういう回転かかる。止めるときも一緒、アウト回転でここに止まる。蹴るボールはこう下から上に、上から下に止めるようにすれば回転は揃ってる。逆に今みたいな下から上戻ってくるよね。だからこれちょっと難しいんだけど、今からみんなには、はい、止める蹴る、このキックフェイントをして止める、はい、キックフェイントをして止める。ちょっとキックフェイントしてみようか。ちょっと難しいけどトライしてください。はい、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 さっきやったことやるよ。できない子は難しいけどトライしてね。はい、はい、オッケー。戻ってきて、はい、難しいから、ね、あ、いいね、いいね、いいね。はい、頑張って、頑張って、オッケー、オッケー、オッケー、はい、あ、もう一回、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。